こんにちは、みすずです。今日は焼き芋で作るお砂糖なしの芋羊羹をご紹介します。さつまいもを焼き芋にしてから使うことによって甘みが増すのと、あとねっとり濃厚な味になります。材料はこちら。粉寒天使いますが、棒寒天でも OK です。甘いの好きな方は甘み加えてください。まずは焼き芋作っていきましょう。さつまいもは皮ごとしっかりたわしで洗って1本ずつアルミホイルに包みます。紅あずまだったら多分大きいので、だいたい1本ぐらいで同じ分量になるかなと思います。今回はちっちゃいあんの芋だったので8個使っています。250度のオーブンで焼いていきます。今回のちっちゃいサイズだったら30分から40分で OK です。大きいものだったら60分ほど焼いてから庫内の中で30分ほど休ませてから取り出します。休ませてあげることによってねっとり濃厚になるので、この休ませる時間必ず取ってあげてください。目安は周りからアルミホイルの上から押してちょっとやわやわっとしてる感じ。熱いうちに皮を剥きます。手だと熱すぎるのでちょっと厚手のペーパーとか使って剥いてあげてください。今回使ってるような安納芋だとオレンジ色がすごく綺麗なので、仕上がりの見た目の色がすごく綺麗に仕上がります。でもお好みでお好きなさつまいもでどうぞ。熱いうちに潰してお塩加えます。だいたい一つまみほどです。お塩加えてあげると甘みが引き立ちます。裏ごししていきましょう。こし器を通して、滑らかな食感にしていきます。熱いうちに行わないと通りにくくなるのと、繊維がすごく多いさつまいもだとここでかなり量が減ります。グラムを測りましょう。今回は 230g でした。この分量によってこの後の寒天の量をちょっと調節してあげてくださいね。お水 90cc に粉寒天を 2g しっかりと溶かし混ぜます。火にかける前にしっかり溶かしておいてください。型にラップかオーブンシートを敷き込んでおきます。耐熱の型を使っていきます。寒天型がある方はそちら使ってあげた方が角がしっかり出ます。またもっとちっちゃい器を使ってあげると高さのある芋羊羹になります。では寒天液を火にかけていきましょう。中火弱ぐらいにかけて絶えずそこから混ぜます。沸騰してから2分ほど炊いてあげてください。分量が少ないのですぐ蒸発しちゃうので気をつけながら炊いてあげてください。ちょっとね、だんだん状態が変わってきて、液体だったのがちょっとねっとりしてきてもたっとした感じになってくるので、それでも違いがわかるかと思います。タイマーで2分測ってあげるとやりやすいです。こんな感じですね。泡がちょっと粘性がある感じになってきて、サラッとしてきたら火を止めて、先ほどのさつまいもを全量加えます。ここから手早く混ぜてあげてください。熱い寒天液をさつまいも全体に練り込む感じです。均一に混ざれば OK です。こんな感じですね。では型に移していきましょう。先ほどラップを敷き込んだ型の中にギュギューと詰め込んでいきます。特に、四隅ですね、しっかり空洞ができないように、そこまでしっかり入るように詰め込みます。最後に上から表面をきれいにならしてあげましょう。乾燥しないようにラップで包んで固めます。粗熱が取れたら冷蔵庫に入れてください。だいたい2時間ほどです。固まったら取り出します。ラップごと持ち上げると簡単に取り出せるので、ほんとラップかオーブンシートか敷き込んでおいてあげると取り出しやすいですよ。端からお好みのサイズにカットしていきましょう。こんな感じでこう器とか使っちゃうと台形になっちゃうので、寒天型があると美しく仕上がります。角がしっかり出る真四角の芋羊羹ができます。器に盛りましょう。今回はミントを添えています。こんな感じで簡単にできるので、自家製芋羊羹ぜひお試しください。最後まで見てくださりありがとうございました。詳しいレシピはブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。ではまた。作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。 Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。